ベルベット、仕掛けが準備できたぜ。クジラだって一本釣りできる最強の竿だ。あとは腕次第、頑張って釣ってくれよな。クーマをね、やってやるわよ。みんな目的を忘れてるみたいだし。あ、エレノア引いてる。焦らないで、釣りは力じゃなくてタイミングです。あ、うん、来るぞ。準備はいいな。おう、空中で刺身にしてやるぜ。クーマだったら殺しちゃダメよ。今です。魚でもクーマでもなかったわね。腹の足しにはならんな。でもライフセットに似合いそうですよ。つけてみたら。明暗じゃ。棒だけの個性が出るかもしれんぞ。奥だけの個性。やっぱり似合う。いい感じですよ、ライフセット。そうかな。うむ、ぐっと個性が強まったぞ。クーマ釣りを続けるわよ。ライフセット、そんなに根を詰めないでも。クーマを釣らなきゃ。そしたらベルベットは僕を認めて。釣れんな。愚痴るな。思い通りにいかないのが釣りと人生だ。釣れないな。あっ、私の方に来ました。わしもなんか来とーら。のわろくなものが釣れないわね。ろくなものじゃなくない。え、塊、若さじゃのう。お前結構突っ走るタイプなんだな。どうしたんですか、ライフセット。おかしいわよ、降りなさい。やめてよ。ベルベットに何がわかるの。わかるわよ、そんな変な格好。わかるのはラフィーのことでしょ。ベルベット、お前の竿が引いてるぞ。え、ああ。でかいぞ。気合を入れい。わかってるだよ。これは確かに大物だが。ズボですね。なんでこんなものが。なんか入ってる。うわー、うっとうしいわね。注意せい、油断するとくっちょかれるぞ。はぁ、あ、メレのパンチのエロイダイヤー、捕らえられまい、捕らえられまい、捕らえられまい。フォーガッチュン、エンが強力。その程度で誰も変化。フォーガッチュン、手応えがなさすぎる。
した。怪しいものに迂闊に近づいちゃダメよ。ラフィーだったら近づかなかった？そんなこと言ってないでしょ。おい、まだなんか入ってるぞ。今度は動く死体が出てきたぞ。これは骨つぼじゃったか。だいぶ骨に身がついてるかな。きっとタコを切っておったせいじゃろ。この程度で話にならないわね。タコ軍団に死人の群れ、何なのこのつぼ。素晴らしい。まさかこの目で見ることができるとは。はあ、こんな悪趣味な壺に興味あるの？悪趣味か。素人はこれだから困る。いいか、これはクローディン王時代の陶芸家グリューネの水亀に間違いない。千年の至宝と言われたが、200年前の第二戦国期に失われてしまった伝説の壺だ。凛とした鳴りからほのかに匂い立つ色気、誘うように事故を主張しつつ、それでいてしつこくない。アイゼ、またですか。うむ、全く理解できんが、男にはよくあることじゃよ。何より現在は失電したモフモフユが醸し出す景色が今にも動き出しそうな躍動感を。何？おほ、本当に動いたな。この壺はゴーマだよ。決めました。いいか、絶対に割るなよ。切るならいいか。より悪い。グダグダ言ってる場合じゃない。ここに水平発射、水平発射、水平発射、勝負、水平発射、水平発射、ここで、ね、クーハー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 で、ね、クーハ
この距離なら外しません。ゼロの方吐く。はい、馬叩け。2の方に出たところでシルクラッカー。4の方役強く送球熱光陣はい、4の方レイジンガンド。はい、肩を作るぞ。破壊しろ。シルクラッカー相当の使い手でしたね。やっとおとなしくなったか。待て、食うなよベルベット。食べないわよ、ツボなんて。結局ここにクマはいないようですね。じゃあな、いるなら死神の呪いで引っかかるはずじゃからの。あ、変なものばかり釣れるのはそういうことだったんですね。トラブルが当たり前で忘れてたわ。タコもツボもアイゼンのせいか。ナルトは怖いの。僕の力役に立たなかった。そうね。でもあんたはこれくらいで諦めるやつじゃない。そうでしょ、フィー。フィーってあんたの愛称よ。特に意味なんてないけど。あんたはあんただから。ベルベット、フィーか。なかなか個性的な相性じゃな。あ、諦めるならやめてもいいけど。やだ、次の地脈点を探す。壺の中にまだ何かあるぞ。この黄金の輝きはオリハルコン。そうか、ここが黒金が言っていた輸送船が沈んだ場所だったのか。やった、これを黒金に渡せばオリハルコンの太刀ができるかもしれん。お手柄だぜアイゼン。ライフセット。大変でしたが無駄足じゃなかったですね。私も久しぶりに釣りができて楽しかったし、僕も釣り面白かった。わしもじゃ。特に某の個性的な紛争がな。そろそろ日が暮れるわね。タイタニアへ戻りましょう。